さっき太田さんにちょっと紹介していただいた特捜検事刑事,刑事裁判へという記事がですね、はい、あの朝刊各紙に出ているんですけれども、うん、ちょっとややこしい話なのでまず簡単に解説をしますとどういう話かというとね、えー、と2019年にですねあの大阪地検特捜部がですねあのプレサンスコーポレーションというですね不動産会社の社長さん、うんえー、山口さんという人をですね、うんえー、業務上横領容疑で逮捕したんですね。ね、うん、これはもう詳ししく話しませんなぜなら ただ、うん、21年にですね、うん、大阪地裁がこの山岸さんに無罪判決を言い渡しているで、しかも検察も控訴せずに確定しているので、うん、まあこれもう冤罪事件だったんですね。と、うん、いうことがもうすでに確定しているんですけれども、うん、その事件の捜査をめぐって、大阪地検特捜部ので検事、取調べ検事が、うんえー、相当に乱暴な、えー、威,的あの威圧的な取り調べを行ったんだということで、うん、これあの、プレサンスコーポレーションの山岸さんが うん、今訴えてるんですね、うん、でどんな取り調べだったかっていうと、まあ、まああとにかく机をバン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 叩きながら、まああ、俺たちには人の人生を狂わせる権力を持ってんだとか、ですね、うん、反省しろよとか、ですね、えー、それからお前、嘘ばっかりつきあがってみたいなことを言ったりとか、うんはい、それから、えー、子供だって知ってるよ、うついちゃいけないんだいいけないことくらいはみたいなこと言いながらバン、うん、バンバンバン叩いたと、うん、いう取り調べをしたということで、これ、あの今あの、訴えてるんですけれども、この訴訟をめぐって、ですねこれまたちょっと難しいんです ですけれども、うん、不審判請求っていうんですけれども、うん、その公務員の職権乱用について告訴告発をした人、まあつまり今回の場合というと山口さんなんだけど、うん、その人が検察官の不起訴処分、つまり刑事裁判に問われるのはおかしいじゃないかっていうふうに裁判所に申し立てることができるんですね。うんはい、で今回ですね大阪地裁はこの不審判請求を棄却してたんだけれども、うんえー、8日ですねだから昨日ですね、うん、大阪高等裁判所がですね、えー、この不審判請求に かけるという決定を出した。うん、非常に画期的な決定でですね、これによって、この取り調べ、先ほど申し上げたような、威圧的な取り調べをしていた、えー、田淵大輔検事、52歳が、これから刑事裁判にかけられることになると。うん、で、これ、特捜部の、まあ、特捜検事が、この取り調べをめぐって、これは、うんうん、その、まずいということで、正式にこう刑事裁判にかかるっていうのは、うん、おそらくこれ、初めてのことじゃないかと思うんですけれども、はい、初めてのことじゃないかと思うんですけれども、 で、になるんじゃないかってことなんですね。うん、逮捕とは違うんですか。逮捕とは違いますね。まあ、でも、これから刑事裁判にかかっていくので、うん、この刑事裁判でどういう判決が出るかによって、まあ、身柄拘束があるのかないのかとか、とどん決まってくるんですけれども。うん、ただ、刑事事件になっていくってことですね。刑事被告人に。普段は、人を刑事裁判にかける検察官が。自分が刑事裁判の被告人になるということ。しかも、その職務に絡んだ。こう、不正で、えー、不正容疑で、えー、被告人になるってことなんですけれども。でね、これ、今日お話したいのはですね、この前。 天の上にた昨日のその大阪高裁のですね、はい、この刑事裁判認める決定、えー、を出したですね、うん、この大阪高裁の決定っていうのはなかなか意義深いのでちょっと紹介したいんですね、うん、これ今日朝日新聞もちょっと要旨を載せてるんですけれども、うん、そこを参照しつつお話をするとですねこう言ってんですねその田淵検事、うんえー、今回、えー、その刑事裁判にかけられることになった検事ですけれども、うんうん、田淵検事の言動取り調べでの言動は被疑者をイフさせる程度が相当に高く自己の処分 分に不安をを抱かせて警察官に迎合すするる虚偽供述を誘発する危険性が大きいとなので取り調べでは都の方針を既に固めた上で、えー、特捜部の見立てに沿った供述を強引に屈服させて引き出そうとしたと考えるのが自然だとつまり最初にストーリーありきでそれに合わせる供述を脅してあるいはその不安にさせてあるいは屈服させて引き出そうと,すると考えるのが自然だとこういうふうにもう高等裁判所の決定も言ってるんですね。はい で、しかもその上で検察官は刑事司法において強大な権限を持っていると、うん、な,のなのに田淵検事は威圧的侮辱的な言動を続け、うん、職務権限を背景に検察官に迎合する虚偽供述を誘発しかねない言動に出た不法なものであることは明らかだ、えー、しかも取り調べが録音録画されてる中でこのような言動が行われたっていうこと、うん、でしかも検察官他の検察官がこれを問題視したりとか検察内部で適切な対応が取られた形跡も伺かがえないと、うん、でここの重要なんですけどその ホロンいうことで、まあ、あのちょっと沖縄てあの、うん、出るんですけれども大阪地検特捜部で証拠改ざん事件ってありましたよね2009年、はい、10年だったと思うんですけれど、うん、大阪地検特捜部の検事による証拠、うん、の改ざん事件を受け取り調べの録音録画が導入されたとにもかかわらず今回の事案が録音録画で起きたものであることを考えると本件は個人の資質や能力のみに起因すると捉えるべきではない改めて今検察の捜査取り調べのあり方について検察組 として真剣に検討がされるべきではないかこうふういに言ってるんでこれ、まあ、僕もこの番組で何度も申し上げてきたんですけれども,、うん、もちろんそのこう治安の維持とか犯罪があったらその,その被疑者を刑事裁判にかけてっていうようなことっていうのはもちろん検察官の役目でそれは全く重要なんだけれどもしかし一方で、まあ、今回の,その大阪地検のやった事件っていうのはまさにそうなんですけれども身に覚えのないような人たちを捕まえて冤罪事件を起こすっていうのもこれは起こしちゃいけないことですよね。うん がこれまで数々冤罪事件が起きてきて、うん、そのパターンっていうのが大体同じようなパターンで、うん、まあ要するに密室で延々と取り調べるとかね、うん、あるいはそのこれも前から問題になってますけれども、保釈が受けられないので、否認するとね、うん、だから否認すると保釈受けられないのを落としの材料に使って自白に追い込むとかね、はいうん、いろんな刑事司法の問題点っていうのが指摘されてきて、うんうん、でこの,あの今回の高等裁判所、大阪高裁の決定、うん、あの判断にあるように、それをこう直した方うが いいいよってうことが大阪特捜部の証拠改ざんん事件でである意味浮き彫りになったすねところが、これ、結果的にね、その一部で録音、取り調べの録音、録画が導入されたんだけど、むしろ検察が焼け太りするようなね、検察にむしろ権限が渡されるようなことが、結果的にそうなっちゃったんですね、それによって、また今回、同じようなことが繰り返されてるっていうことを考えると、やっぱりね、その検察の存在とか、検察官の仕事の重要性はもちろん否定しないけれども、 やっぱりこの大阪高裁が言ってるように、検察の取り調べのあり方とかね、うん、この国のその検察を中心とする刑事司法のありようみたいなことを、うん、やっぱり根本的に、うん、まあ国会なんかを中心にね、もう少しこう議論をして直すべきところは直す必要があるのではないかなということを今回また示しているのではないかなという気はしているんです。 あのー、私、自宅でそのネットフリックスとかを見てるんですけど、あのぜひここにご参集の皆さんに、あの黒い司法という、数年前に出た、あのー、アメリカの実話に基づく映画を見てほしいんですが、それはどういう内容かというと、アメリカの田舎の州で、えー、黒人の死刑囚がいるんですが、あのー、同じようにその死刑囚に対する司法サービスをしたいということで、ハーバードを出たあ青年があ立ち上がって、死刑囚に対して聞き込みをしていくんですが、 あまりにも冤罪が多くて、えー、でその内容を調べていくと全く事実と関係ないところででっち上げの供述を、まあ、現地の保安官ですかが取って、えー、結果全く無実の人が死刑、えー、に、まあ、刑罰を宣言されてそ,、まあ、その方を救うんですけども、まあ、その最後のところに出てくるのはあの、まあ、どのタイミングを切っているか分かりませんが、まあ、その10人に1人の死刑囚が あの冤罪のお、まあ、そういう疑いがあったみたいなことを書かれていましたまこんなひどい司法というか取り調べが行われているのかと思って。 てるとにうちの国でも正直まああのひどいひどいことが起きていたんだなということを今あ見ているところですで前回メモの話をしましたでまあ取り調べを受けている人がメモを取ることに対しては法的根拠がないということにはなりましたけれどもあの取り調べの録音録画の方をちょっと取り上げたいんですけれども。 まあさっき大河原加工機事件の話をしましたけどまああいうことが起きないように様々なことを刑事訴訟法の中で定めて録音、録画というものを義務付けながらやってきたにもかかわらずああいうことが起きたわけですしまああいうふうに話題にならないものでもそういうことが起きていることは想像つくんですがこれ局長にちょっと。 聞きたいですけどなんでこういうふうに録音・録画を義務付けながらもああいうことが起きちゃうんですかね松下刑事局長あ,ああいうことというのがちょっと具体的にわからないというところもありましてお答ええは差し控えさせていいたただき個別の事件についての評価を聞きたいというよりも一般的に起こっていることに対して個別の事件を想起しながら一般的なお答えを聞きたいというところですけど。 まあ大加工儀事件の話、まあ、時系列に見ますけど、まあ、もう最悪ですよあの、聞こえてくるものに関しては、あの動機やら何やら含めて全部最悪ですよ、あんなことがなんで起きるんだろうと、でいや、録音録画やってますよ、全権やってますよと言いながらです、ね、警察も後で分かれば、あのほぼやってるでしょう、その義務付けられてるものに関しては、それでもあんなことが起きるってことは、義務付けの範囲を含めて、やっぱり十分じゃないということになると僕は思うんですけど、えっと、局長、いいですか、もう一回聞きますけど、ななんんであんなことが起き 個別のことは起きまして、まあ、一般論として申し上げますけれども、取り調べが適正に行われなければならないというのは当然のことでございまして、あのそのようにあの検,あの検察の精神や基本姿勢を示す検察の理念、 におきましても、まあ、取り調べにおいては供述の認定の確保その他必要な配慮をして真実の供述が得られるように努めるというふうにされているところでございまして検察当局としてその取り調べを適正に行うということについて、えー、強い意識を持っているということはあの前提としてございますであのそれが徹底されるようにあの検察官に対する教育でありますとか あ,のあるいはその一部の,その重要な事件についての録音・録画といったことが行われているわけですけれどもその,その中でその取り調べについて問題が指摘される例があ,のあることも事実でございますがそういったものについても。あの 決して共有しているわけではございませんので、そういうことが行われないように、さまざまな形で法律に従って、また憲法にも規定されているところでございますけれども、そういった規定に即して、適正な取り調べが行われるように、今後とも検察当局としては努めていくものと考えております平田君あの。警察にもちょっとお伺いしたいんですけど警察庁、新幹事長,長官官房審議官。取り調べについてあのお、個別の事件についてはあ、ちょっと差し控えさせていただきたいと思いますけれども、おー 一般的に私ども、取り調べは適正に行われなければいけないというふうには重々承知しておりますので、えー、これはいろんな機会を捉えて、各都道府県警察を指導していきたいというふうに考えております制度で、もう当然法律ですから、定められた部分は基本的には実施されてるんでしょう、ただ実施されてもあんなことが起きてるっていう現状があるわけで、それを踏まえて、じゃあその制度自体どうなんだろうって考え方をあの行政としてもしなきゃいけないでしょうし、立法府側としてもしなきゃいけないと思うんです。でこれあれあなんですか 法律で定められた部分は義務付けとしてされていくんだと思いますが、取り調べを受ける側が、いや、取らないでくれっていう人も、まあ、お立場を含めているとは思いますあの、証拠が残ることを嫌がることもいると思いますが、ただ一方で、 いやちゃんと録音録画してくれと自分の取り調べの時にやはとそれを求めたときに拒否する根拠ってあるんですか松下刑事局長刑事訴訟法198条1項は検察官、検察事務官または司法警察職員は犯罪の捜査をするについて必要があるときは被疑者の出頭を求めこれを取り調べることができると規定をしつつ取り調べの具体的方法については定めておらず一般的に取り調べ方法の選択や実施は憲法や刑事訴訟法等の関係法令に反しない限り取り調べを行う捜査官の裁量に属するものである と解釈され警視庁の処方上被疑者被告人に取り調べの録音・録画を実施するよう求める権利を求めた規定はございませんが えー、ございませんし、まあ、刑事訴訟法301条の2第4項に規定された録音録画義務の対象事件以外の事件については、まあ、録音録画義務付けられておりませんので、まあ、当該事件の取り調べで録音録画を実施するかどうかは取り調べを実施する検察官においてその裁量に基づいて取り調べを録音録画することの有用性や問題点を踏まえ適切に判断することとなるとお承知をしております。でまあ、のあのなお申しし上げれれば検察当局にににいてては法令により義務付けられた事件の録音録録音画に加えまして取り調べを録音 録音録画することの有用性や問題点を踏まえて、事案の内容や証拠関係等に照らし、被疑者や参考人の取り調べを録音録画することが必要だと考えられる事件については、積極的に実施しているものと承知をしております警察の警察庁、新華長官官房審議。公的な根拠のところにつきましては、先ほど、法務省の方から答弁があったとおりだと考えております。えー、で警察におきましてもあの制度対象事件やあるいはあの国家公安委員会規則で 定める、えー、であるー犯罪捜査規範に基づきまして、精神に障害を有する被疑者にかかる取り調べにおいて、録音録画実施をしているところで、えー、ございますがあ、これ以外についても、個別の事案ごとに被疑者の供述状況、供述以外の証拠関係等を,を総合的に勘案しつつ、 録音、録画を実施する必要性が、そのことに伴う弊害を上回ると判断されるような時には、この録音録画を実施しているところでございます法律で義務付けられた録音、録画に関しては、ほぼ実施されて、えー、いるにもかかわらず、ああいう事件が最近起きたわけですし、あのーまあ、いろいろなかなかと答弁いただきましたけれども、検察にせよ、警察にせよ、あのー、まあ、詰まるところ、 裁量権というか、録音録画するかどうかはあのー、法律で義務付けられていないところに関しては警察と検察が持ってるわけですよ、で結果的にこういうことが、まあ、おから、加工機事件みたいなのが起きたわけですよね、任せちゃいられないよっていう、まあ、いつ何時その国民の一人として、まあ、政治家の一人でもそうですけど、あんなことをされるかわかんないという恐怖感があるわけで、それに対する対抗措置として、いや、録音録画してくれと言った人に対してはしっかりとする、環境を整えないとフェアじゃないですよ。で これ多分答弁はすごくずっと硬いと思うのであの前回もあの委員長に申し上げましたけど、まああのまあ、僕が冗談で言ったつもりですが模擬的に取り調べも含めて。 ですけれども、ちょっとこのやっぱり、ね、大河原加工機事件の経緯をもう一度、ちょっと丹念に見直しましたけど、まあ、最悪ですよで、こんなことが起きていることに対して、えー、法務委員会として何も対処しない、何もワクションを起こさないというのは私は怠惰だと思いますので、それは別に集中審議なのかあの、別に別立てをした上で何かしら問題点を洗った上でどういう解決策があるとか対処があるのかというのを何かしらの、ね、法務委員会としての与野党をこう交えて、ね、あの何かしら答えを出していくぐらいの能動性がないと、 私は国民に対して見しがつかないと思いますので、ぜひあの一人時お二人含めあの委員長にはご公判いただきたいと思います。はい、理事会にいて協議させていただきます。2016年にとり調べの録画録音の法律が改正されました。その時の参考人招致を様子をご覧ください。自由民主党の三宅慎吾です。四人の皆様ともできる限り可視化の対象事件は。 幅広い方が望ましい、かつ全面可視化するのが望ましいという点では一致しているように思いました、しかしながら、まあ、この法案の評価につきましては、河、えー、津参考人は一歩前進、大きな改革の第一歩という表現をされました、えー、その一方で小池参考人は、え、ま、ん、あ、罪を助長する法案であるというような趣旨のご発言をされました。 ま、評価が分かれているわけでございます。川津参考人、大沢参考人、小池参考人、それから桜井参考人、他の参考人のですね、ご発言を聞いてですね、えー、思うところ、反論等ございましたらですね、ぜひ、北のないご意見を賜りたいと思います。順次、まず、川津参考人、お願いします。小池参考人のご意見をお聞きしまして、 やはり全面的な可視化を実現するべきだという根本的な思いは同じであると思いました。また、桜井参考人のご意見をお聞きして、やはり、冤罪被害者ご自身の見解を踏まえたご意見ですので、大変重く受け止めなければならないと思いました。ただ、この法律案に対する最終的な評価が食い違っておりますのは、ここでこの法律、刑事訴訟法に録音録画義務を規定するのが 良いのか、規定しない方がむしろ冤罪が少なくなるのかという見通しの違いであると考えております。この点について私はやはり経緯訴訟法という基本法の中に録音録画義務を規定するメリットの方が大きいと評価するべきだと考えております。この点が両参考人との意見の違いの根本にあるのだと理解をしております。 続いて、大沢参考人。はい。えー、裁判員制度対象事件、えぇ、ー、及び、えー、検察官独自捜査事件については、これは原則、全過程を録画するけれども、しかし一定の例外がある。まあ、その例外がある点を捉えて、えー、結局それは、えー、一部録画、あるということになってしまうのではないか、まあ、いうご指摘があったのかと思います。そして、まあ、その一部、録音、録画されていない部分について、 何か行われたとしたら、その部分は分から,じゃな,い分からないじゃないか、結局、えー、部分的に取られたもの、そこの印象だけが走って、それが誤、ま、反、あの原因になるんじゃないかという、まあ、ご指摘だったのかと思います。 しかし、取られていないところがあるということを考えてまいりますと、これは取り調べの部分を、取り調べ室をすべて録音録画してみたとしても、それじゃあそれ以外のところで何かやられることはあるのかという形で問題を立てていけば、どこまでたってもこれはすべてをカバーするということはありえない話だということです。従って、録音録画というのは、 非常に有力な手段ではありますけれども、やはり一つの手段であって、まあ、それと、えー、刑事弁護の充実等が組み合わさっていくことによって、えー、例えば何か、録音録画がされていないところで、えー、おかしなことがあった場合には、それが刑事弁護人を通じて表に出ていく、でそのことについて一定の問題提起がされたときに、じゃあ、捜査機関の側としてどうやって反論していくんですか、まあ、そういう形で問題というのは、まあ、考えられるのかなと、まあ、私は思っております。 続いて小池参考人先ほど、川津参考人から、規定した方がいいか、規定しないがいいのかと、ここで分かれるという、その通りだというふうに思います。私は規定しない方がいいという考え方ですが、なぜならば、もうすでに今、部分録画始まっているわけですねで、えー、しかしそれは結局、取調べ官の裁量で、ここは録音しよう、ここは録,音し録,画し録画しよう、録画しないようにしようという、区分けしているだけの話なんです、いまいちの事件がそうだったんです。 法案ができれば、じゃあそこは改善されるかと言うと、改善されないということを私は先ほどお話ししたんですね。えー、例外規定が非常に曖昧で抽象的で、自白しそうになければ、録画しなくていいというのは、これ例外でもなくて、単なる区分け規定に過ぎない。それと、もう一つは、え全過程を可視化する、例外規定がない場合を前提としてもですね、 自白調書を証拠にとして申請する、その時の取り調べの録画だけ出せばいいと。それ以外は録画しなくていいということになれば、全過程可視化と名打っていても結局名ばかりであって、実際にはいいとこ取りの録音、録画にしか過ぎない。それをこの法案が推し進めることになる、ということになるだろうと思います。あの、先ほど大沢参考人はなかなか えー、全部は難しいというお話もありましたけれども、どこまで、え録画、録音録画するのかという話がありましたけれども、私は少なくとも、取り調べ室に入ったところから出るまで、これは全部、録音録画すべきであると。任意取り調べも含めてですね、任意という名のもとで、実際は自白を強要することが圧倒的に、この冤罪事件多いわけです。それと費用の面で言いますと、少なくとも録音、録画でなくて録音だけは、 全部どの事件だってできるだろうというふうに思います。実際にイタリアやオーストラリアなどでは、す、え、べ、ー、て録音、えー録えー録画、録音はすべきであると。録画も基本的にはすべきであると。そして証拠採用についても、自白調書を申請するときの一本で、そのときの取り調べの録画を出せばいいということではなくて、供述調書を証拠に出す以上は、全部全過程可視化しない限りは、 どの一つの供述証書も出してはいけないと。こういうことが、イタリアやオーストラリアではなっているわけです。日本でもそれができないわけない。この法案は、そういう形で、えー、修正を少なくともして、全家庭可視化されない限りは、一つの供述証書も出してはいけないというふうにやるべきだ。そうであれば、いろんな問題点がクリアされるだろうというふうに思います。続いて、桜、えー、井参考にどうぞ。最後に発言すると、徹底的にやっつけられるので有利なような気がするんですけども、あの、 可視化した方がいいかしなかった方がいいかって言ったら、それはした方がいいに決まってるんですよ。で、あの、したら増えるか、しない方が増えるかなんてのは、そんな前提にならないじゃないですか、議論して。私たちはそんなこと言ってるんじゃなくて、可視化して、中途半端な可視化をされたら、その映像によって、冤罪者が作られるという心配をしてるんですね。なぜ日弁連がこんな一歩で法案成立という奔走するのか全く理解できません。で、大沢先生がですね、おっしゃることっていうのはもう、前提可視化ができるという前提で、 なっているような気がしまして、なぜそう言えるのかし、不思議なんですよね。あの、警察というのは、必ず抜け道あるんですよ。抜け穴って言いますか。脱法行為って言いますか。もう我々も本当に身に染みて体験まあ、この中では体験した方いらっしゃらないと思いますけども、本当に彼らは巧妙と言いますか、悪らずと言いますか。ですから、抜け道を用意したらダメなんですよね。それを信じ、あ案じてるだけでありましてね。 その可視化をされることがいいか悪いかっていだって、そこにいる仲間だっていいとは言いますよ、いいことなんで、ただそれを確実に実施する法律にしていただきたいという私たちは願ってますんで、そこのところを理解していただきたいなと思います。基本的にに先生方が逮捕される場合は多分特措になとと思います、ね、違うと思いいまますす違うけど あの、供述証書の任意性を争うために、ビデオ録音録画が重要であるということは、前から言われていたことであります。それはなぜかというと、自白調書、これが本当に任意性があるかどうかで、延々と法廷の中で、警察官や、あの、その他の方が出て、何十人と出たりしてですね、任意性で、そのために時間がかかって、これはやめようという形で、ビデオ録音録画が、 646がいいのではないかということになったわけですしかし実際問題としてそれが登場しますと自白聴書の任意性だけではなくてやっぱりこの自,自白聴書で言っていることは信用性があるなというふうに人間ですからそういうふうにあんまり区別できないだろうと思われるそういう危険性があるわけですですから従来は あまり使用されてこなかったわけです。ところが、今回、この5年、10年の取り調べの可視化の運動の中で、日弁連も含めて言ってきたのは、取り調べの可視化をすれば、捜査側にとっても有利だよと。なぜなら、任意整理が楽になるよと。いうことでやってきたわけです。こういう運動の中で、その運動自身が私は、あの、全否定するわけではないんですけれども、一つの考え方だと思いますが、基本的にはそれで、そればっかりで運動してきたという面があったのではないか。そのために、検察側も、 裁判所も、この録画を証拠採用しやすくなってきている。実際、この間、この数年間の間に多分数十件、百件近く、あの、ビデオ録画が証拠採用されてきているという経緯があります。えー、中には実質証拠として出されているケースもあります。 で、それはそれでいいんだろうかという問題があるわけ。実際そこで、新章が取られてしまう。いいとこ取りで、あの、全過程可視化されてれば別なんです。部分録画だから私問題にしてるんです。部分録画で、いいとこ取りされたところだけが、証拠として出されて、そこで新章が決まるというのは大変まずいし、裁判の,あの公開主義に反するのではないかと。 それはむしろ控えた方がいいのではないかと。そういうところで最高権の先ほどの、イメージ通知まで出されて、もっともっと実質証拠化しよう。これはですね、任意信用性をさらに飛び越えて、あのー、 自白調書、調書よりも、ビデオそのもので、あの、有罪か無罪か、構想事実の有無を判断した方がいいでしょうって、これが実質証拠というわけですが、それをやりましょうっていうのは先ほどの最高権イメージ通知です。こんなことがどんどんまかり通ったら、本当に裁判の公開主義は、軽、え、外、ー、化してしまう。これを、今回の法案は、抜け、先ほど桜井さんも言われました抜け穴だらけですから、部分録画を容認している法案であるから、それをす、えー、結局促進してしまうだろうと。実質証拠化、 的なか形でやってしまうだろうと。これに、あの、警告を発しているということでございます。しかし、取り調べそのものを取っている、まあ、ビデオを見て、えー、しかし、じゃあ、それで任意性があると認められた場合に、聴書。聴書は、これはよくご存知のとおり、えー、一問一答式で何かがずっと書いてあるという形式のものではなくて、ようやく調書です。取り調べの中で述べられたことを、捜査官が、 一人称の形で要約をしたものです。えー、その長所が調べられ、長所が調べられるのと、取り調べで現に行われたこと、それ自体を見て新を形成するのと、どちらが良いのか、という問題は私はあるだろうと思います。で、えー、<laughs> 録音録画の場合も、 これは、公判定外でなされた供述を記録したものだということであれば、まあ、伝文証拠だということになりますけれども、え、認性が認められれば、えー、録音という機械的な記録であれば、署名応印がなくても、え、これは伝文例外として採用できるということになります。え、そこの点では、法的には実質証拠として使うこともできますし、要約されて出てくる供述調書と比べたときに、どちらが良いのかという問題は私はあるだろうと思います。 各延々とやっていますから、そのビデオを見て果たしてわかりやすいかという問題はもう一つ残ります。膨大な時間がかかるかもしれません。その辺りの問題というのは残っているのかと思いますが、実質証拠が私は一概にダメだとは考えておりません。えー、民進党親力復帰の。 大でございますよく考えてみると、あの、被疑者はですね、取調べ室だけじゃなくて、えー、留置場にいるときも、あるいは留置場から、こう、取調べ室に連れてこられる間もですね、これは捜査官と接しておるわけでありますから、まあ、捜査官がですね、えー、じゃあ、取調室に入ったら、ああ、録音、録画されちゃうからですね。私の場合は、あの、まあ、もう50年前の話ですんで、今とは比較になれないかもしれませんけど、 取り調べして調べたわけじゃありませんでした。留置所の監視の寝る部屋に、えー、捜査官二人が来まして、お前がいる間は、取り出警察庁に誰もいれないから安心してゆっくり止まっていけないと言われまして、それでもうマンツーマンでやられましたですね。えー、ですから、あの、その、お小川先生おっしゃったように、その、ど、どこまでやって、あるいはその、えぇ、ー、川先生ね、大沢先生おっしゃるように、その、どこまでやったから全てっていうことはないと思うんですね、それただ、 最低限、それ調べしに入って、そこから全てが録音されるとなった場合、それが現実となった場合ですね、本当にこの制度というのは大幅に変わると思うんですね。私たちも安心できますし。ただ、その、あくまでも、なんていうんですかね、えー、その、先ほど、細田先生もおっしゃったように、被疑者が拒否するっていう理由がわかんないんですよ。可視化があると、 自白しなくなるなんていう例、どこにあるんでしょうか。これ不思議でしょうがないんですよ。よく警察の方や検察の方は、可視化すると、なんか、自白しなくなるとこれ、 どこかにあるんですか、データが。何もないはずですよね。今や台湾、韓国でも可視化されてるじゃないですか。あの国だって可視化されてる。なぜ日本だけできないんでしょうか。それが私理回できないんですよ。あの、その、今や世界、街の中歩けばね、我々全部監視カメラで、えー、やられている。あるいはね、よく言うんでくら寿司なんて言ったら、くら寿司ありますよね,ね。これ気にならないって聞いてみたんです。そしたら、 最初は気になったけど、慣れましたとおっしゃってましたね。ですから、取り調べ室には映像があるのは当たり前だってなればいいんですよ、それだけで。始める前にああだこうだ心配してもしょうがないじゃないですか。<laughs> そして、その何ですかね。私は法律なんか全然知らないね。ただ刑務所に三十年いた人間ですから、よくわかんないんですけど、こう読めます、ああ読めますなんていう法律を私たちには理解できません。こうしなさい、ああしなさいっていう法律にしない限り、こう読めます、ああ読めますの隙間を縫うのが警察なんですよ。ですから、法律を作っていただく場合はですね、大沢先生なんかも学者なんですから、 我々国民にわかる、そして警察にもちゃんと納得させる、こうしなさい、ああしなさいっていう法律にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。小池参考人、お願いします。私もあ、私もあの、可視化が全てだというふうには思わないんですね。もちろん可視化する以上は部分録が、じゃあいいとこ取りになって、むしろマイナスになると。可視化する以上は全面可視化で、例外のない可視化にすべきだというふうに思いますが、それじゃあ全て解決されるかとそういうものではないと思います。そもそもこの法案は、 取り調べに依存しすぎていると。長所に、教術長所に依存しすぎていると。これはもう全近代だと。もう近代的な刑事省にしようじゃないかということで始まったわけですが。そうである以上は。 取り調べの可視化と弁護人の立ち会い、取り調べ時間の規制、この3点がセットで実現されるべきだというふうに思います。韓国でも弁護人の立ち会いと取り調べの可視化がセットになっているんですね。そして、えー、実際の取り調べ時間も、諸外国ではもうほとんどですね、数時間とか数回なんです。どこまでがいいかという問題は慎重に議論した方がいいと思いますけれども、日本と外国とはレベルが全然違う。そういう中で取り調べの可視化の問題があるんであって、やはり取り調べのに弁護人が立ちい、 すべきだとそれから時間、取り調べの時間もきちんと例外の抜け道のないように法律で規制すべきだと、これがセットで実現すべきだというふうに思っていますそして大沢参考人お願いしますえとおっしゃられましたことは、私も先ほどあの申し上げたことと共通するかと思いますけれども、えー、取り調べを仮に全部可視化したとしても、やっぱりそれじゃあ、身柄拘束されている場合の、まあ、生活部分というのもあるわけですから、そこで何かされたらどうなるんだという、まあ、常に、えー、どこかカバーされてない部分というのは出てい てきてしまうですから、まあ、録音録画をどの範囲でするのかというのは、まあ、それなりに、えー、取り調べなら取り調べという一つの仕切りの中で、まあ、きちっと仕切った上で、まあ、しかし、そうでない部分についても、これは弁護人がきちっと、接、え、見、ー、をして、いろいろ話を聞いていけば、例えばこんなことされましたっていうような話は出てくるかもしれませんし、あるいは、 直後の取り調べの中に何か、えー、痕跡が残るかもしれない。あるいは警察での取り調べでは何も言えなかったけれども、検察庁の取り調べに行って警察の取り調べどうだって聞かれた時に、ポロッと何か言う、いうようなことがあるかもしれない。まあそういう形で、そういうものが何らか記録に残っていくということが、 後からそういうものを埋もれさせないためには重要なことだろうというふうに思っています。川津参考人お願いします小川議員ご指摘のとおり、どのような制度を作ったとしても、限界や隙間というのは生じてしまうのかもしれません、で、あるからこそ、冤罪を防止するためには、最後に公判において、供述証拠の危うさというものを認識して、供述に基づいて犯罪事実を認定するには、相当慎重であることが求められると考えます。<laughs> 日本共産党の日比総平でございます。前回の大政府質疑の時に、私今日、あの、お招きをした桜井参考人の、えー、実際の姿を見ていただければ、なぜこの人が嘘の自白をしたのか、これほど気の強い人かと、皆さん思われるに違いないと申し上げたんですが、え、どのようにお感じでしょうか。 あの、その桜井参考人に、ええー、できるだけ端的に、あの、伺いたいんですけれども、つまり、人は、なぜ嘘の自白をするのか、させられてしまうのか、ということなんです。あの、先ほど、ご自身のお話の中で、心を折られてしまった、という、つまり、小池参考人の言葉で言う、屈服させられる、精神的に支配される、そうした、あの、言葉を使われたわけですけれども、 あのよほどのことがない限り人間はそのような状況には陥らないんですねましてやってもいないことを詳細に白真的に語るなんていうようなことはできませんところが数々の冤罪事件でそうした嘘の自白がさもあったかのように行われているわけですねそこで今日おいでいただいている傍聴席におられますがあの志布事件の冤罪被害者の皆さんなどは任意同行という形で多数の方々が 警察の取り調べ室に呼ばれて、もともと、完全に食い違っている、供述。これが完全に一致させられていくという、その、警察の筋書きに沿った、叩き割りという取り調べが行われました。ところが、前回の体制不質疑で、林刑事局長は、この任意同行中の取り調べというのは、身柄拘束をされていないから、だから、 えー、この取り調べの録音録画の対象にはなりませんと、はっきりさせて、で、何しろ任意なんですから、いつでもお帰りいただけるっておっしゃったんですね。<laughs> この任意同行っていう実態は、どういうものなのかということが一つ。で、ここに合わせて、代用監獄っていうのがあります。代用監獄で警察の留置のもとに置かれたときに、例えば、北九州の引きの口事件という冤罪事件がありますが、この、えー、留置場の中で、えー、密告者となった、 同房者からも働きかけられる。その同房者を警察が、えー、取り調べをして供述調書を作っていくというみたいな汚いことも行われる。そんなことも含めて身柄がずっと拘束され続けるわけですね。支配され続けると。24時間丸ごとと。それがいつまで続くかわからないと。もう一つの要素として、桜、えー、井さんのお話にもありましたが、客観的証拠の捏造という問題があります。例えば、 えー、しぶし事件でも、お話の中に触れられた、えー、ひみ事件でも、客観的に存在するアリバイが否定をされたり、あるいは、アリバイ証拠を警察は掴んでいたにもかかわらず、それをなかったことにして、えー、自白を迫る。そうしたことを行ってきましたし、足利事件、菅谷さんの事件では、DNA 鑑定が完全に誤っている。その鑑定が示されたことが、自白のきっかけになったというふうにも言われているわけですね。あの、こうした、 あのなぜ人は自白させられてしまうのかということについて、あの桜井さんがこれまでの取り組みの中でお感じになっていることがあればお聞かせください。桜、はい、井参考人。あのまあ私自身もこういう立場になるまではその嘘の自白があるとは思わなかったんですね。でも実際にその警察の入場に入ってみますと、すべての時間は管理されます。まあ当時はあのトイレも中にありませんでしたので、いちいちお願いして表に出ていくるとかですね、えー。もちろんご飯食べ物も おーね、その、流通の弁当って、ほんと少ししかなくて、なんか買ってほしいって言っても、それはお前、う,う心あれば水ご心だって言って、買ってくれませんよね。で、その、まず、まあ、逮捕されて、全裸にされます。その全裸にする立場とされる立場の圧倒的な違いの中で、お前が殺人犯だ、人を殺したって言われることが辛いんですよ。よく皆さんに話すんですけど、夫婦喧嘩したり、なんかと喧嘩したら逃げる場所あるじゃないですか。狭い部屋でお前とは違うっていう、この、 精神的に争いすること自体がもう人間疲れるんですよ。朝から私、私あの、その今一時間で思ったんですけど、あの人の一時、一日の取り調べを映像でないもんだろうか。一日朝の8時頃から夜中の12時頃で、お前だ、お前だ、お前だって夜苦しさ、想像できないんでしょうかね。その時に私は嘘、嘘は見金書かれて、お前って出てしまったの、我々のよと言われた瞬間にボキッと降りちゃったんですよね。これはしょうがない。ね、死刑にされたら困るっていうような気持ちになってしまう。 あれは本当にあの中で、あの時間も全て管理されている。あの中でこう時間を失う中で責められる痛みっていうのを分からない限り、しょ、理解してもらえない部分はあるんですかね。やっぱり、私はいろんな冤罪事件を知ってますけど、やっぱりそれぞれ菅谷さんは殴られたって言ってますよね。ひみ、あの、東住吉事件は、やっぱりこの夫とされた人の娘さんに対する暴行事件があって、それでや,けいや、なんていうか、がっかりしてしまったとかありますよね。いろいろ聞いて。ですから、それぞれの事件、いろいろあるんですけど、やっぱり警察の、 朝から晩まで続く肉体的、精神的痛みっていうのは、経験しなくちゃ分からないですから、はい、私自身、今、警察官だったら、きっとあの先生方、1週間あれば自白させて見せるかもしれませんね。あの谷先生とあの丸山先生はちょっと柔道が強いらしいんで、無理ですけど、これ、無理かもしれませんけどね。はい、人がなぜうざ、えー、自白をさせられてしまうのかという、ここの心理っていうのは、私たちの委員会でもですね、あのよくあの検討する必要があると、徹底して審議する必要があると思うんですね。 あの、その上で、小池参考人に、ちょっと改めて確認なんですけれども、あの、今回の法案が、えー、対象事件については、全家庭の録音録画が義務付けられていると。あの、政府はそう説明しますし、本当にそうかと。私は対象事件が絞られているだけではなくて、その対象事件の 捜査起訴、そして、えー、裁判に至るプロセスで、すべての取り調べは、録音録画されないではないかと。つまり、小池参考人のおっしゃる意味での部分録音録画ではないかということを、あの、前回の体制不思議で明らかにしたつもりなんですけれども、えー、任意同行、それから別件逮捕、えー、その別件起訴ですね。この起訴後交流を利用しての、えー、取り調べというのは、えー、取り調べの、お録音録画の、えー、義務化をされるのか。私は先ほどからずっと言ってますけれども、 この法案が成立しても全過程が可視化されることはないだろうというふうに思います。もちろん、全ての事件でそうだと言ってるわけじゃないんです。あの、自白して問題のないケースの方が圧倒的に多いんですよ。で、そういうのは取り調べってそんなに多くもないし、どうってことはないんです。問題はいまいちのような事件、厳しい事件について、もう世間が注目して警察に対する圧力がものすごくかかるときに、どうするかということなんです。そのときにこの全過程本当に録画して、えー、自白を を徹底的に迫るっていうことが、警察やるだろうか、やらないと思います。録画のないところで、あの、自白を強要するだろう。というふうに思います。で、先ほど、大沢参考人が、そういう場合には、全、えー、前科手貸が原則なんだから、えー、そこの録画がないということになれば、もうそこで任意性の問題で、弁護側は結構有利になるじゃないかというお話がありました。しかし、録画をする、取り調べの記録によって、この時取,取り調べした時したけれども、 録画ないという場合には、なんでないんだという話になるんですけれども、実際には取り調べのそういうしたという記録もしないで、全く別枠で、え録画なしで、え脅迫したり、利益誘導したりするということは十分考えられるだろうというふうに思います。その立証ってものすごく難しいです。いくら被疑者被告人がその時やられたと言っても水かけるようになるだろうと思います。もう一つ、仮にそういう記録があって、 この時取り調べたはずなのに、録画がないでないかというふうに言われた時、じゃあどうしようもないかというと、いや、まさに例外規定があって、その時は録画すれば自白し、自白しそうにないと、こういう例外規定に当たるから取り調べなかったんだというふうに言えば、また、あの、れると。いくらでも抜け道を作っているのはこの法案であって。 そういう法案であれば、あるよりもない方がいい。その法案があることによって、どんどん録画が法廷に出されることによって、実質証拠的に使われて、公判中心主義が軽快化してしまうというふうに思います。あの、先ほど来、えー、カーズ参考人や、それから大沢参考人から、この法案はこれこれと読むべきである。あるいはこのように運用されるべきである。あるいは捜査側がこのように運用するであろうと。そうした、 あの、ご発言があって、あの、その一つ一つは、あの、それぞれ、えー、ご見識に基づくものだと、私も受け止めるんです。ですが、え、この法案を、まず、立法、 社意思を持ち、明らかにし、まず運用するのは捜査機関なんですね。その捜査機関が、例えば先ほどの話であれば、えー、基礎語交流は、えー、任意である。だから取調べの可視化の対象にはならない。と、明言しているにもかかわらず、えー、それと違う法解釈を前提に、この法案の是非をですね、議論することは、私にとってはできない。国会議員にはできないことなんですよね。その関わりで、えー、法制審の特別部会の委員であられた、えー、後藤明教授が、 法律事項の1月号で、こういうくだりを述べておられるんですが、えっ、ー、と、述べて、かん、あの、河津、河津参考人、大沢参考人のご意見を伺いたいんですが、警察捜査を規制するための立法が、警察組織の反対を乗り越えてはできない。その現実のもとでは、限定的であり、かつ新たな危険を伴う立法であっても、法改正を実現することに重要な意味があると私は考える。 と後藤教授は述べてるんですこれ私はこの立場には立てないんですね。つまり新たな危険はないというんだったらばいいです。ですが、新たな危険があるのに、そこに踏み出すっていうことは、これは憲法31条と刑事保障法のあり方として間違ってる。私はそう思いますが、お二人でどうですか。まず、河津参考人、お願いします。新たな危険ということの中身は当然問われるべきだと思います。しかしながら、これが全体として、 刑事法をより良いものにするのか、それとも悪い方向に働くのかということについて、私どもは専門家集団として、海内でも当然厳しい議論をいたしました。しかしながら、これは全体としては、取り調べ録音録画義務を刑事訴訟法の中に明記するということの意義を含めて、これは踏み出すべき第一歩であるというのが、私どもの立場でございます。大沢参考人。はい。 えっと、後藤先生がその論文の中で、えー、弊害危険ということとして、えー、何を言われてたのか私今、記憶が定かでございませんけれども、しかしおそらく後藤先生の意思として、意図としては、そのような危険を踏まえてもなお警察に 一定の事件について、えー、原則全面化して録音・録画、えー、それを、えー、制度化するということ、警察を含めて制度化するということが、やはり得難い重要性を持っているから、えー、この法律案を通すべきだと、多分後藤先生は、そういうご趣旨で言われているということなのではないかと思います。伊藤君いい 立憲民主党の山花でございまますす、えー、話変わります身体拘束を受けていない、えー、任意の取り調べ中の被疑者はいつでも取り調べを拒否して、えー、その場を退出することができるという理解でよろしいでしょうか。川原刑事局長刑事訴訟法第198条第1項正し書きに定められているとおり、逮捕・拘留されていない被疑者は出頭を拒み、また出頭後、いつでも退去することができることとされているところでございます。まあ要するに、あのー、任意であればあもう あの疲れたんで帰りますって、退出しても構わない、法律的にはそういうことだと理解いたしました、えー、その上で、えー、ま退出した後じゃあ、弁護士でも頼もうかなということもできるはずなんですが、えー、他方、ーまあ任意であれ、あの協力をしているという状態のもとで、取り調べへの弁護人の立ち会いは禁止されていないという理解でよろしいでしょうか刑事訴訟法上、被疑者の取り調べへの弁護人の立ち会いを禁止する規定,はござい、ま、規定はございません、その上で検察官による被疑者の取り調べに、弁護人の立ち会いを認めるかどうかは、 は、取り調べを行う検察官において、取り調べの機能を損なう恐れ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害される恐れ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております委員長、えー、事案に応じて適切に判断ということでございますけれども、えー、じゃあ、立ち合わせたケースというのは、果たして存在するのでしょうか、えー、私が聞いた限り、弁護士さんでそんな話は聞いたことがないということでございましたけれども。 法務当局として、ご指摘のような事例という観点から、網羅的に把握しておりませんで、お答えすることは困難でございます、えー、網羅的に把握する必要はあると考えませんでしょうか繰り返しでございます、あの法務当局としては、ああのご,指摘あのご指摘のような事例という観点から網羅的には把握していなかったところでございます網羅的に把握していない、つまり実際どういうケースがあったのかは、よく承知していないにもかかわらず、どうして、えー、支障が生じるのではないかとかです、ねえー、何かこんなことが起こるのではないかということが判断できるんでしょうか。えー、つまり、えーまあ 刑事訴訟法については3年後の見直しということが不足でうたわれていると思いますが、それが2022年の6月に参ります、あと1年2か月程度ということです、でえー、この取り調べに対して弁護人を立ち会わせるかどうかということは、これはあの従前から議論があるところですが、えー、大体検察の方々の主張というか、今おっしゃったような話であるとかです、ね、何かこう個人的にこう人間関係を作ってみたいなことを言われるんですけれども、えー、実際の弊害という いいうのががつまり立法事実がわかんないんですよだって具体的にこう立ち合わせたことがあるけれども、そんなときにこんなことがありましたとか、ですね実際にこんな弊害がありました、だからちょっとだめなんですっていう話ならともかく、えー、一方的にこうじゃないかと言われてるだけじゃないですか、エビデンスがないんですよ。だから、あのー、今、いきなり立ち合わせろとか、なんとかそういうことを法制化しろということを言うつもりはありませんが、あのー、少なくとも立ち合わせたケースがあるのかないのか、立ち合わせたケースで、えー、問題がなかったのか、あるいは具体的に何かあったのかということについては、それは把握する必要が あるんじゃないでしょうか今、委員ご質問の中で、28年改正係争法の不足ということにも触れられましたので。 それとの関連も含めてあのご答弁申し上げますが、平成28年の軽装測法等一部改正法の不足におきまして、政府は改正法の施行後3年を経過した場合において、取調べの録音録画制度のあり方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて必要の措置を講ずるものとされているところでございます。この不足によりまして、録音取調べの録音録画制度のあり方の検討が求められることになるため、そのために必要となる取調べの録音録画制度の実施状況を調査している。 ところでございますが委員ご指摘の被疑者の取り調べへの弁護人の立ち会いの制度につきましては、この不足によりまして、直接的に検討が求められているわけでございませんので、このいわゆる3年後検討の場で、これを取り上げるか、否か、取り上げるかや、どのような方向で検討するかなどは現時点で何,何ら決まっていないところでございます。したがいまして、現時点でご指摘のような事例の調査を行うことについては、慎重に検討してまい山原郁夫君え、時間が来ました、終わります。